メステクカメラです。3ヶ月ほど前ですかね、プロジェクター用のレンズの沼にはまりかけたことがありまして、結局はそれほどはまらずに、そうですね、プロジェクターレンズ関連の動画を4本ほど作成してアップして、その後もモチベーションが低空飛行になったので、以後音沙汰なしみたいな感じになったんですよ。なっていたんですが、なんというか魔が差したというんですかね、買っちゃったんですね。ブラウンスーパーパクソン 85mmF2.8、 パクソンでいいのかな、ちょっと正しい発音わかりませんが、ブラウンっていうのはドイツのメーカーで、かつてはカメラを作っていたんですよね。パク設定とかありましたね。レンズ交換式のもありましたよね。で、現在はプロジェクターなんかを作っているんじゃないですかね。で、これは某オークションで311円で落札しました。他にもね、入札する人があったんですよね。で、備品って書いてあったんですが、レンズの状態はね、本当にいいですね。何も問題ない感じがします。これプラスチックの鏡頭で、軽いですね。で、こんな安っぽいレンズキャップがついてました。こんな感じ。で、これはプロジェクター用レンズですから、絞りもありませんし、ピント合わせ用のヘリコイドもなければ、カメラに接続するためのマウントも、ネジも切ってないんですよね。このタイプのプロジェクター用レンズはすでに2本持ってまして、動画にもしたんですけれども、これとですね、これなんですよね。で、こちらはイスコってメーカーのプロヤールっていうのかな。これも 85mmF2.8 です。で、こちらは、シュテイブレかな、のシュテラーっていうレンズで、これも 85mmF2.8 ですね。同じスペックです。この3本ともスペックは同じ。スペックは同じと言いましたが、同じっていうか、特にね、このシュテイブレのシュテラーっていうレンズは、このブラウンのスーパーパクソンと同じっていうかね、このスーパーパクソンは、このシュテイブレの OEM の製品ではないかと思うんですよね。以前アップしたこのシュテイブレのレンズの動画でも言及しているんですけれども、このシュテイブレっていうメーカーはドイツのメーカーですが、主にレンズを他のメーカーに OEM 供給しているような、そういうメーカーなんですよね。そしてこのシュテラ 85mmF2.8 というレンズはブラウン社のパクシマートっていうプロジェクター用のレンズなんですよ。ということは、つまりこのレンズは、このブラウンのスーパーパクソンはシュテイブレが作ってんじゃないかと、そういう疑いというか、それでも正解なんじゃないかなと思うんですけれどもね。同じじゃないかな、この2つは。この鏡頭の外径を測りましたら42ミリなんですよ。で、以前測りましたが、このシュテイブレもこのイシコのレンズも42ミリなんですよね、鏡頭の外径が。いやね、これ某オークションで落札する時にも、これって持ってるやつと同じなんじゃないかなと思ってたんですよね。もちろんね、外観のデザインは違いますよ、これとね。長さも違いますし、でもね、中身はね、なんか一緒みたいなんですよね。おそらくね、これ両方とも3枚玉なんですよ。安い3枚玉レンズで、こんなレンズわざわざ設計を変えてまでね、作るとはちょっと思えないですしね。というわけでしてね、多分同じレンズなんじゃないかなと思いつつ取り比べをするっていう、このクソ暑いのに何やってるんだっていうような内容の動画です。これはもう撮影のモチベーションが全く上がりませんが、撮影の前にですね、このマウントのないレンズをどうやってカメラに接続するかという難問を解決しなければならないんですね。以前の動画をご覧いただいた方はもうご存知でしょうが、このシュテイブレもこのイシコも
カメラへの接続はテープで止めるっていうね、荒技を用いたんですよね。このやり方にはね、賛否両論ございましたが、まあ今回もこれでいこうかなと思います。で、使いますのはですね、この M42 の、まあ、マクロチューブ、これに、これも M42 の、 薄型のヘリコイドですね、こうつけまして、で、これ M42 ですから、 M42 を E マウントに接続する薄型のアダプター、こんな感じですね。で、これにこうつけると、多分これぐらいでフランジバック合うんじゃないかなと思うんですが、ちょっとやってみましょうかね。あ、ちょっと無限遠を行き過ぎますけれども、まあこれでいけるでしょうね。まあこれではちょっと近接がちょっと長いかな、最短撮影距離が長くなるので、まあその時にはですね、この E マウント用のエクステンションチューブを間に挟みましょうかね。ステーブルの方もちょっとつけてみますと、うん、フランジバックの長さが違うみたいですね。まあ中身のレンズは同じじゃないかなと思いますけどね。フランジバックの長さはこんなに違うんですよね。まあ中を見るとだいぶレンズがへっこんでますので、まあ、それほど、でもちょっと違うな。これでちょっと画角に影響が出るでしょうね。じゃあちょっとこれで貼り付けてみたいと思います。接続しました。今回もですね、こんな感じで雑にテープで貼っちゃいました。こんな感じでは、これでですね、ちょっと撮ってきましょうかね。ちょっとですけどね。撮ってきまして、パソコンの画面で確認しましたら、片ボケですよ。まあね、雑にテープで留めただけですから、まあ自業自得っていうことですけどね。で、撮り直しまして、もうね、気力が完全に失せました。ですから今回は、ちょっとだけでした。ほとんど撮り比べになっておりませんが、まあ、申し訳ございません。で、そのちょっとの取り比べから判断するに、やっぱりこの2本ね、中身は同じレンズじゃないかなと思いますけどね。
同じ3枚玉の安いレンズ、フランジバックの違いで画角がわずかに異なっておりましたけれども、まあ、しかしね、周差の残り方といい、まあ同じじゃないかな。ボケの感じがね、ちょっと異なるところがありましたけれども、それはおそらくね、片ボケが十分に修正されていないところから来たものじゃないかなと思いますね。まあ私がクソ暑い中行った雑な比較撮影から感じましたのは、これは同じだなってことでした。じゃあ剥がそうかな。